ご視聴あざます。シです。今回はユタボン氏ボクシングスパーリング大会最高察、ついでに最新動画レビューについてまとめました。7月14日に行われたボクシングの大会にユタボン氏が出場しました。この件に関しては以前のシの動画でも取り上げましたが、ユタボン氏が追加で投稿した情報がありますので、合わせて検証してみたいと思います。その後の追加情報も合わせて一旦確定情報を上げていきましょう。ここでいう確定情報とは、証拠写真や証拠動画など第三者が見て信用に足りるであろう情報になります。ユタボン氏には悪いですが、文章だけの情報は信用できませんので、基本的に確定情報には入れません。まずユタボン氏は会場らしき場所で対戦相手とボクシングをしてました。そして審判がユタボン氏の判定勝ちをコールしたことも確認してます。つまりユタボン氏が大会に出たこと、そしてその大会はスパーリングマスボクシング大会であること、その試合で勝利したこと、ここまでは信用していいと思います。その上で以降は挙げられている情報をもとに推測含めて突っ込ませていただきますね。まず大会の名称はスパーリングマスボクシング大会ということで、試合の動画ではヘッドギアをつけて打ち合っていました。なのでおそらく試合形式に近い練習試合という立ち位置だったと推測します。ユタボン氏が年齢も体格も全く違う相手と対戦していることからも、試合と呼べるような公式ルールを適用しての大会ではなかったということでしょう。次に勝ったことを宣伝するのがしつこすぎ。この前の日曜日のボクシング、午前中はプロじゃない人たちのスパーリング大会で、昼からはプロの人たちの試合がありました。僕も午前中に24歳の選手と戦って、体重差 8kg、 身長差 10cm ぐらいあったんですが、勝ちました。皆さん応援ありがとうございます。このようにわざわざ相手の体格などを記載して勝ったことを投稿したのが合計4件、うち1件を固定ポストにしてます。さらに勝ったというだけのポストはもっとあります。さすがに相手への配慮がなさすぎでしょう。ユタボン氏本人やその家族はこういう投稿を失礼だと判断できる人間はいないので、所属事務の方は自分の所属選手に対しての管理を強く求めます。これに対して2022年11月、2ヶ月後に試合を控えていた時のユタボン氏のポストをプレイバックしましょう。1月にボクシングの試合出るで、強いやつと戦いたいから、対戦相手は強いやつを希望や、しょうもない相手とは戦う気ないからな、みんな楽しみにしといてな。2年前には強いやつとしか戦う意味がないとまで言っていた少年が、公式試合0勝2敗という輝かしい戦績を引き下げて成長した結果、練習試合に勝ったことを連呼する青年になっててくさ。では次にその試合内容について見ていきたいと思います。この前のスパーリング大会の動画です。1ラウンド目は昨日ポストした通り、クリンチをうまく使って戦ったんですが、2ラウンド目はアグレッシブに攻めていって、何発もクリーンヒットさせて勝ちました。いかがく当たり前のようについてくるグッズ紹介の一文は華麗に省かせていただきましたが、この投稿には実際の試合の動画がアップされてました。スイはボクシングのことはあまりわからないので、試合の内容についての言及は省かせていただきますね。ここでスイが一番言いたいのは、動画が30秒しかないのはなぜ。ユタボン氏が今までアップした試合の動画はインターバルは省いたとしても、試合中は基本的に無編集垂れ流しです。直近7月14日にアップした自分のジムでのスパーリングですら、1ラウンド3分を2ラウンド無編集で流してます。それに対して今回の大会、ルール上1ラウンド何分かは確認できませんでしたが、この文章の書き方だとおそらく2ラウンドで終了だと思います。まさか1ラウンド15秒ですか。そんなわけないでしょ。残りの分はどこへ行ったんでしょうか。しかもいつもは YouTube にアップしてるのに対して、今回は X にアップしてます。つまりはここにユタボン氏の何らかの意図を感じるわけですよ。ユタボン氏、君に端折った動画部分で人には見せられないような試合展開してなかった。それとスイの以前の動画でも指摘したところですが、7月19日付のユタボン氏のポストにて、失礼ながら高校生よりも年上なのではないですか的な方々に混ざっているユタボン氏の写真が撮られてました。スイの憶測であるユタボン氏はマスターズの部に出場していたのではという可能性が真実味を帯びたと感じたんですが、皆さんはどう思いますか。そしてそうなると、高校生のはずのユタボン氏が高校生の部に出てない理由は何なんでしょうかね。ではユタボン氏の最新動画見ていきましょう。7月22日投稿文、タイトル卒業しましたです。安定の釣りタイトルあざます。はい、今日はですね、大森学長が沖縄に来てくれました。いや、その服装と背景、杉山氏とのコラボの時のやん。水の過去動画でも取り扱った杉山氏とのコラボ動画、その時のユタボン氏と大森氏、ついでに背景も一緒ですね。つまりユタボン氏曰く沖縄で撮影された7月22日の最新動画になってますが、スイの推測では5月22日から5月26日に東京で撮影された動画です。杉山氏の時と同じく沖縄で撮影されたことにするんですね。ほん、今日はですね、ユタボン君、
みんなの学園で頑張ってくれたということで、今日は沖縄まで卒業証書を持ってきました。早速ですね、ユタボン君に卒業証書を渡したいと思います。なるほど、みんなの学園は卒業するんですね。そりゃそうですよね。教育分野でイメージキャラクターにしていた人物が高校受験で大した結果も残せず大惨敗したんですから。ということは、みんなの学園のホームページのユタボン氏の画像も消すということになるんでしょうね。卒業証書、ユタボン。みんなの学園中等部の課程を収め、その後を終えたことを称します。令和6年3月29日オンラインフリースクールみんなの学園中等部学園長大森治。はい、卒業しました。みんなの学園卒業しました。はい、卒業しました。みんなの学園卒業しました。ちゃうねん。3月29日に卒業したという動画をなんで4ヶ月も遅れて7月下旬に投稿してんねん。さらには卒業と言っておいてホームページの画像もそのまま、何をもって卒業なのか意味不明。そもそもあの低たらくな結果しか残せない人物をイメージキャラクターに任命した任命責任は何か。この辺にさすがユタボン氏をイメージキャラクターに使うだけある企業の適当さ加減を垣間見たのは水だけでしょうか。この後オンライン通話でのインタビューに入りましたが、大体が今までに聞いたことのある内容なので省きます。以上、約17分の尺のうち最初の1分しかレビューするところがなかった最新動画レビューでした。ではお久しぶり、雪足のポストに触れていきましょう。最近はさらに抽象的で何言ってるのかわからないポエムが多くなってきたので、突っ込むのも難しいんですよね。行動と挑戦をし続ける限り常に成功に近づいている気がする。気がするだけです。 TPO をわきまえて PDCA 回してないので、いつまでたっても DQN のまま ORG なんです。一歩だけ前進んでみよう。その一歩がやがて自分の人生に大切な意味を持つ大きな一歩であったことに気づくはずだから。その一歩踏み外してます。ユタボン氏はすでに数々のデジタルタトゥーと学力不足から明らかに人生で選べる道が減ってございます。適当に一歩進んだとしてもそこに道はありません。失敗を恐れず行動した勇気ある人から人は多くのものを学ぶ。学べませんでした。ユタボン氏の場合、失敗するだろうなと予想した通りに失敗することが多いので、多くの人はやっぱりねという感想しか持てずに何も学べません。何かの出来事が人を感動させるのではない、その出来事に自分がどう関わったかに人は感動する。それって日本一周旅行のスローガン不登校時に勇気を与えるを全否定してると思うけど大丈夫そう。面白くないという人は周りの人が楽しませてくれるはずだと過剰な期待をして勝手にネガティブになっているだけ。誰かに期待する前に自ら楽しくする人であればいい。その割には最近コラボ多いね。大胆な目標を持つことで大胆な人たちを引き寄せる。その大胆な人たちが常識や世の中を変えていく。要は非常識な人のところに非常識な人が集まって非常識なことをするってことね。いいものを与えているといいものが入ってくる。自分だけで垂れていると何も入ってこない。おまゆ。ではスーパーサンクスの紹介です。何ヶ月宣伝のために無理やりポストしてるみたいな印象ですね。そんな早々みたいなそういえば感なんて出さずとも宣伝だけでポストすればいいのに、規約違反でもないでしょうに。それとも無駄に高いだけのプライドが許さない。トム様、スパさん、あざます。こちらユタボン氏のグッズ販売に対するコメントです。そもそも短い文章を投稿するツールである X で、あれもこれも情報を詰め込もうとしてる時点で間違いなんですよ。過剰書きで商品と値段の一覧書き出して購入をお願いしますと書く、これを固定ポストしておけばいい話です。スイちゃんの考察を前提とした話にはなりますが、まさしく貧すれば鈍するですね。ただ本来の貧すれば鈍するはこの後に鈍すれば窮する、窮すれば通ずと続き、行き詰まると思いもよらない活路が開けるという意味の言葉なんですよね。もっともほとんどの人が貧して鈍するだけで終わっちゃうのが現実ですが。トム様、スパさん、あざます。こちらユタボン氏に対するコメントです。相変わらず親子で行動あるのみみたいな感覚なので、活路が開けたとしても気づかないでしょう。せめて失敗から学ぼうとする姿勢があればいいんですが、失敗を認めない親子ですので。何一つ信用されてないのだから、受験票という物証を持って示せばいいのに。個人情報まで晒せとは言わないけど、受験番号ぐらい出さないと何も証明できないのでは。トム様、スパさん、あざます。こちらユタボン氏の高卒認定試験に対するコメントです。そんな些細なことでも証拠を出さないと信用してもらえないというのがまず情けないですね。ちなみに高卒認定試験に関しても、ユタボン氏が合格したと言ってもスイは証拠を出さない限りは信用しません。当たり前ですよね。難癖になってしまいますが、物証を示さない限り親受験を疑っております。トム様、スパさん、あざます。さすがにそれはないと言い切れないのがユタボン氏ですね。さてはて、受験したという客観的な証拠は出てくるのやら。どうせどの科目もまともに取り組んでいないのだから、それなら8科目などと言わず、下手な鉄砲数打ち当たるで全科目受ければいいのに、記述しきれないのならワンチャンあるでしょうに。
トム様、スパさん、あざます。受験する人が多いならマークシートとかありそうですよね。選択問題ばっかりで合格点50点とかだとさすがに簡単すぎる気が。むしろ食い倒れツアーの時点で大半の知り合いに見切りつけられていたのによく今まで付き合ってあげてたなと思うのでしょう。ヘズマ氏はまあそれでもビジネス友情を完全にうまみがなくなったとなればドライなものですね。トム様、スパさん、あざます。そういえば食い倒れツアーの凱旋帰国がお迎え0人というのは笑えました。ヘズマ氏もビジネス友情な部分はあると思うのでこれで本当に多聞氏を話題にしなくなったら笑えますね。お、登録6600人が近づいてきましたね。登録6600人達成おめでとうございます。トム様、スパさん、あざます。6600人突破しました、あざます。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメントよかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。